Welcome to Big Hide Channel。 珍しくラスベガス雨が降ってて、ここ先週も雨降ったから、なので今日はいつも40度超えなんだけど、今日は30度ぐらいかな。なので随分涼しく感じるけれども、今日はなんとアメリカに来て、俺寿司もかなり行ってるんだけれども、なんとなく日本の人とアメリカに来ると結構寿司に驚くってことをつい最近思い出して、だから寿司なんかも来てるんだけど、ここを寿司をやろうとは思ってなかった、あの YouTube のこの食事シリーズで。だけどある人が、日本の人がアメリカの寿司を紹介したらいいんじゃないのということで、あ、そうか、ここ俺がいつも食べてる寿司、これ日本のとは違うんだと思って、だからこの間日本に行った時、日本の寿司の美味しさをまた改めて思い出したけれども、まあ、アメリカの寿司もね、日本の寿司と比べちゃいけない。だからアメリカの寿司はもうアメリカの寿司というか、アメリカのもうあの食事というか、アメリカ文化に馴染んでる。ただこの寿司スイスさんが今日来た時、ここは、ストリップからだと何分くらいなの、15分くらいかな。だから日本から来てあの寿司食べたいと思ったらここ来てほしい。なんと日本人がオーナーで、まあ、ラスベガスというと寿司っていうとオールユーキャンイートと言って食べ放題、そのでここももちろん食べ放題なんだけれども、しかも安い、20ドルとか30ドルで、ディナーだったらまあ30ドルちょっとかな、でランチだったら25ドルとかでもう食べ放題、ほとんどの店はそうなんだけれども、まあそういうわけでラスベガスでは寿司ってあの別に日本人なくてみんなあの大好きで、いつも混んでるんだけども、ここは寿司ツイスターって言って、なんか見た感じちょっと寿司っていうとラスベガスの種類するので結構でかいのね、と思ったバーンってでかくて何百人も入るような感じなんで、ここはちょっとこじんまりとして、たださっきも言ったように日本人がオーナーなので、でほとんどの日本のラスベガスの寿司屋さんはあの韓国系とか中国系の人がほとんどがオーナーで、日本の人がやってる寿司屋ってあんまないんだけども、ここはそんな中で日本の人が、後でちょっとインタビューするけれども、ではぜひちょっと行ってみて、早速既に用意された札幌のこれ別にアメリカサイズと思われがちだけど、これアメリカでもでかいもん。見てくれる？おー！デフィン、すごい！ It's bigger when it's in front of you. というわけで、最初に運んできていただいたのが、オーナー直々で握ってくれてるんだけれども、これが G スポットで、名前はさっき言ったようにとにかく目立つ名前ということで、一番これ目立つところに書いてるので、やっぱりこれが一番売れるそうなんだけれども、まあ、中に何が入ってるかというと、シュリンプ天ぷら、これエビの天ぷら、そしてクラブ、クラブミートはカニ、なんつうカニの、クラブミートってなんだよ、カニのカニカマみたいなやつで、アボカドとクリームチーズ、クリームチーズ定番だよね。で、何これヨミヨン、トゥナ、あ、外側がトゥナってことか、アウトがトゥナで、外にツナやって、中に今言ったものが入ってるということでちょっといただいて、で、こっちはボルダークランチーというか、ここボルダーハイウェイってところが近いんだけど、中に何入ってるかと、シュリンプ天ぷら、それからキューカンバー、キューカンバーってなんだっけ、キュウリか、あ、キュウリか、そうそう、キュウリ、そうそう、で、外側にアボカドで、天ぷらのあの、この天かすがついてるということで、まあこのようにこれあのロールは、これもう日本にはこういうのないんだけれども、あのアメリカではこれが寿司っていう思ってるというか、これが寿司になってるね。だから寿司食べに行こうって言うと、みんなロールのことを言って、なんかこの握り寿司はなんか刺身って言ってる人が多いな。刺身はあの魚だけなんだけど、あれの寿司のこの握りのことを刺身って言ってる人もいる。あのぐらいこれが寿司と、あのこれが寿司なんだよね、アメリカでは。ということでちょっと食べてみた。で、一番端がやっぱ一番うまいの、この天ぷらが、エビの天ぷらが端のとについてるの。やっぱこの天ぷらシリーズはあのサクサク感がいいね。で、いつものチキンじゃないけど、外がサクサクしてて中が他の
もちろんクリームチーズとか柔らかいじゃん。で、特に端が好きって言ったら、これ端の尻尾のところはすごいサクサクしてるから。で、これもまあ天ぷらは入ってないけど、あ、入ってるか。これもやっぱ端天ぷら入ってるな。うん。やっぱ天ぷらシリーズは間違いない。で、こっちは、まあ、こっちも両方アボカド入ってるけれども、こっちはアボカドトップになってるから、で、こっちはマグロでしょ、上が。だからちょっと食感違うけど似てる、両方とも。で、美味しい。これ多分一番最初食べたらもう、あ、すげえアメリカンシーってうまいなと思ってます。それもあのさっき言ったように日本の種類は日本の種類で美味しいんだけども、またこれ違う食べ物、食べ物というか違う種類の食べ物としてすごい美味しい。なんと、これは唐揚げ。例えば匂いは唐揚げだ。だからこれなんかフライドチキンだよね、大きさが。だけど匂いは唐揚げだから、ちょっといただいてみましょう。一番でかいところ行くんだ。日本だとこんなでかい唐揚げないでしょ。あ、これ唐揚げだ。美味しい。でかいんだけど、なんかいつもの俺の鶏肉の外側のこの衣のとこがサクサクで、中がジューシーで、でかいんだけど、なんかでかいとちょっと大味って感じがイメージがあるけど、これは美味しい。フライドチキンサイズの唐揚げ。これがなんとジャパニーズラザニアだって。ラザニア何が入ってるかというと、クラブスティック、カニ、カニのこのアーティフィシャルなんだっけ、忘れちゃった。またカニカマと、あとアボカドと、外がヤムヤムソース、あとクリームチーズで、ソースがイールソース。イールっていうのはうなぎのソースってどういうことなの？甘いうなぎだれ。うなぎだれがソース。あとこのウニはこれ日本と同じだね。とりあえずこれジャパニーズラザニアを食べてる。ラザニアかな。かなりだけどこれは美味しいんだけど、チーズとさっきのイールソースというのうなぎのタレのかなり甘いっていうか、結構濃い感じだから、これは好きだけど、日本の人よりもアメリカの向けだね、これ。ジャパニーズって書いてるけど、もちろん。で、あとはこのこれは日本と同じだね。で、これまだ入ったばっかりで新鮮なんだ。ありがとうございます。あとハマチが来た。ハマチはこれは握り寿司間違いないでしょ。新鮮な、新鮮そう。ということで、これスパイダーマン、何が入ってるかというと、ソフトシェルクラブ、カニ、キューカンバー、それからイールソース。これ違うんだね。で、これ違うね。エビが外について中が、シュリンプ天ぷら、で、あとカニだな。と、あとはキューカンバーがもちろん入ってる。なんかちょっとあれが入ってない分、クリームチーズが入ってない分、ややその濃さがなくなるの。このやっぱりこれは端っこはこれ好きなんだ。マヨネーズ感がない。マヨネーズ感っていうか、やっぱクリームチーズがもちろん好きなんだけど、結構すぐお腹いっぱいになる。クリームチーズ食べて。ではこれクリームチーズとかそういう脂質が低い分、まあ揚げてあるけれども、なんかスッと入ってくる感じがして、食べやすい。スパイダーマン素晴らしい。
ってアメリカの魚で俺一番うまいと思うのはサーモンがすげえ脂が乗ってて、ただ脂の乗りがすごいんだよねアメリカのサーモンって。であと俺はいつも言ってるっていうか、あのコスコで買うサーモンをあの食べるんだけど、それもうまいぐらいだから、まあ、寿司屋のサーモンってよっぽどうまいよね。だからこれアメリカに来たらとにかくサーモン頼んでほしいんだと。この卵素晴らしいね。で卵って日本のこれとあんまり変わらないというか、もう全く同じだと思うんだけども、とにかくこのシャリとのでかさ割合、とにかく卵いっぱいみたいな感じで、とにかくまずサーモン俺の一番好きなネタっつっても間違いない。やっぱ脂が乗って美味しい卵。これはね、日本と同じだ。いや、これだけ日本と同じ。美味しそう。もちろんロールだけじゃなくて、握りも美味しいところ。俺縁側実はサーモンの好きなのは縁側っていうぐらい縁側好きなので、これなんかの上のトッピングがなんか2つ違う感じで、あとこれがツナと、あ、サーモンのあれか、サーモンのハラミかな、揚げたやつだね。これサーモンのハラミを炙ったやつだと思うんだけど、もちろんこの握りの方も、新鮮だな。まあ俺も魚のことよく分かんないというか、だけどこれは新鮮だってことは分かる。あ、やっぱりサーモンは間違いないな。ツナも、これがオールユーキャンイートで30ドルぐらいでこれは食べ放題だってことだから、ものすごいお得だよね。これが名前が面白くて、切る侍を切るっていう感じで、何かというとスパイシーツナ。これは、まあ、上に乗ってるのは白いツナだ。これ何、あの白いツナがね、カジキマグロかな。でシュリンプテンプラ、中がシュリンプテンプラ、すごいな。でアボカドと、あとはイールソースということなんで、うなぎのタレ、すごい豪華だね。これ食べてみる。あ、これは変わってる。スパイシーであることは間違いない。かなりスパイシーだ、ね、でイールじゃなくてマグロと中がエビなので、かなりの、まあ、タンパク質量から言うとかなり高い。ただね、スパイシーだね、かなり。で、このここに乗ってるこのスパイシーのやつが中にも入ってるので、辛い、ちょっと刺激物系が弱いって人はちょっと無理かもしれない。俺は辛いの好きだからこれは美味しいけど、ちょっと今までのは違うな。だけど美味しい。どうでした？食べました？美味しい、美味しい。あとハマチも欲しい。あのラスベガスで海がないのになんで新鮮な魚が安いんだっていうことを聞いたら、はい、ホテルがいっぱいあるからそこに魚が来るから安いんだって。それ本当なんですか？はい、そうですね。で、まあ、世界中からもマグロはスペインからも来るし、あと築地からも来ますし。築地？そうです。来るんですか？はい、世界中から。それはやっぱり ホテルがあるからいっぱい来るんですか？ホテル、そうですね、やっぱホテルがいいものを仕入れるん でマグロも魚体がでかいんで、あの要は4分四分1分かれたんですけど、マグロ4等分してで、腹の部分はノブとかいうホテルが取って、ノブ、
同じ本マグロの背の部分とかが余っちゃったりするんですけど、それが流れてくる。もう彼らの仕入れ値で手に入れたりして、それで安く食べさせられる。うちはやっぱ回転してるんで、もう余ったらもううちが受け取りますよって。その代わりも向こうの問屋の仕入れ値で手に入れたりして、でもそれ全部売り切っちゃう。だからめちゃくちゃお得です。そうですよね。これで、ね、この、 あのビジネス何年やられてるんですか、このお寿司屋さん。16年です。16年目です、はい、で、あの居酒屋さんと、はい、あとラーメン屋さんもやられてるじゃないですか。そうですね。こっちが一番初めですか。こっちが、ここがあの初めの一番初めの本店で、自分がオーナーシェフで始めて、そこからこう広げていった感じです。で、もともとオーナーで、あのオーナーシェフで、シェフで来られたんですか、日本から。はい、あ、いや、元は学生で昔来て、90年代で、こっちで料理を覚えて、で、この店舗開けたんです。すごい、16年前。そうです。で、今その世界中に店舗があって、素晴らしいです、はい、あ、すごい。で、あの、一つ質問があったんですよ。鶏の唐揚げって、はい、アメリカの受けって、これ日本の唐揚げはでかいじゃないですか。でそうですね。これは何か理由があるんですか。これでかくして、で2度揚げしてるんですよね。で余熱でこうヒートをして、だから柔らかい、厚みがあった方がジューシーな。なるほど、そうだ。これどうしても鶏肉どうしても硬くなっちゃいますよね。そうです。でここのは皮ついてないんですけど、他の居酒屋は皮付きでもっとですよね。皮なしなんだ。ボディビルダーでは食べれる、食べれないか、揚げたらか、皮は食べないんですけど、もう出てないんだけど、これ美味しいですね。日本の人に紹介したら、これやっぱ日本と違うものを紹介したかったんで、唐揚げってこんな大きいのはやっぱアメリカって感じしますね。そうですね。だけどさっきも自分言ったんですけど、アメリカの寿司って日本の寿司とはまた違うんだけど、アメリカのこの寿司って美味しいですよね。なんかアメリカの、うん、食事っていう感じで。だから日本の人が来て、あのこれ、あ、こういうと食べたことない、自分最初来た時これ驚いて、すごい美味しいと思って、なんか日本の寿司とまあ比べちゃいけないんだけど、このアメリカの寿司はアメリカの寿司の良さがあって、これまた違うなんか寿司っていう感じでいいですよね。やっぱり、まあ、まずはね、この寿司飯のシャリに慣れてもらうのがいいです。やっぱ初めのアメリカ人がとっつきやすいよ。巻物からスタートして、慣れてくると握り食べるようになって、で、また慣れると刺身食べたり。あ、寿司飯が違いますもんね、やっぱ酢の味は。そうですね。うちらにとってはなんか普通だけど、違いますもんね、確かに。そうですね。なるほど。はじめやっぱりとっつきやすいものから少しずつこう、そういうことは慣れてもらう。16年前だったらまだ寿司屋ってそんななかったんじゃないですか。そうですね、少なかったです。少なかったですね。で、当時子供連れで来てたお客さんが、子供が今逆にもう大人になってまた子供連れてきてて、素晴らしい、素晴らしいサクセスストーリー。ありがとうございます。今日までよろしくお願いします。今いっぱい作っていただいて、お任せでやっていただいてます。